関東では断続的に雨が降る恐れがあります。アイコンで確認していきましょう。このように関東では雨や曇りのアイコン多くなっております。東京は曇りのち雨というアイコンになっております。それではポイント解説で見ていきたいと思います。このように東日本なんですけれども、南海上に低気圧があります。こちら北東進する影響で、今日は1日を通して断続的に雨が降る可能性があります。この先の雨雲の様子確認していきましょう。10時から時間を進めて見ていきますと、関東エリア雨雲が広がっていっております。午後になりましても、こちらの雨雲まだですね、関東付近にありまして、断続的に雨が降る予想となっております。一時的にこのように雨雲が抜けるタイミングも夜になるにつれてありそうですが、今日は油断をせずに外出される際には雨具を準備するようにしてください。